Also erstmal freuen wir uns natürlich sehr, dass Sie da sind. Mm -hmm. uh, wir bedanken uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Mm -hmm. um, als erste Frage hätte ich ganz unoriginell für die Zuschauer, die uns noch nicht kennen, bitte stellen Sie sich doch kurz vor: Wer sind Sie? Was machen Sie? Und was ist Ihre Position im Street Fighter Universum? Mm Hi. -hmm. Also, お父さんお母さん方の世代には知っているかもしれないですけども、えー、もう古くからですねストリートファイターという 2D の中の軸で人がキャラクターが戦い合うゲームのファイティングゲームを作ってもう20数年か25年弱そのゲームを作ってきてますけども今年ですね2016年2月の16日にストリートファイターのナンバリングの5作目の「 Street Fighter ,まあ Street Fighter Ihre Position ist ja Executive Producer. Das ist ein Titel, den wir alle immer im Ohr haben. Aber was genau macht ein Executive Producer? Was ist Ihr Tagesgeschäft? Sie reisen um die Welt und lassen sich dumme Fragen stellen, von mir zum Beispiel. Oder was machen Sie tatsächlich? はいあのー、ハリウッド映画とかではエグゼクトゥプロデューサーという名前がつくとですね、まあ、ファーストクラスで移動して、まあ、あのどっかに行ったらこうドーンと構えてっていう形のがまあ大体この肩書き多いんですけども、まあ、残念ながら僕はそういう性格じゃなくもうどんどん世界を <laughs> 旅び回ってですね、えー、このこういうジョイスティックとか持ち歩いて <laughs> でこのゲームはこうなんですよっていうふうに 作ってもいるし、一緒に宣伝もしなきゃいけないというこの立場でやってます。で、うん、もう今回のような、その、ライトな感じのインタビューは、もうもちろんのこと、えー、すごくこう、真面目なところで、ストリートファイターの哲学は何ですかっていうのは聞かれるようなところでも、まあ出ていったりとか、無論ファンの皆さんと触れ合ってですね、このコミュニティっていう、ファイティングコミュニティのところを盛り上げるための、まあお手伝いをさせてもらったりとかっていうのが、まあ僕の仕事の主軸になってます。 Und wie in vielen anderen Interviews, die ich schon mit Ihnen gesehen habe, wirken Sie nicht, nicht müde oder gelangweilt von wahrscheinlich Fragen, die sich dann doch wiederholen. Und ich kann mir vorstellen, diese Öffentlichkeitsarbeit, PR, ist auch relativ anstrengend, um die Welt zu jetten und Leuten Street Fighter vorzustellen. Aber trotzdem scheinen Sie immer noch voller Spaß und Freude und, und wirken wie selber der größte Fan von Street Fighter. Und das meine ich überhaupt nicht negativ, im Gegenteil, das ist sehr, sehr positiv. Was ist Ihre... ああの僕はやっぱ人と人とで会うとか人と人とつながるっていうことが一番楽しいことですねなのでそのスト2の時代は人と人とつながるっていうのは本当にアナログでしかつながれないしで、まあ我々言うと昔そのヨーロッパにもあったアーケードっていう場所に行かなきゃつながらなかったしで、メディアのインタビューの方をするっていうのも 今でこそインターネットを使ったりとか、E メールとかであったりとか、いろいろな方とつながれますけど、会うまではつながれなかったりとか、まあ、その辺のところが、僕は会うとか、人とつながるっていうことが、非常に多分、人生観の中でもやっぱ楽しいんだと思うんですね。だから、そうじゃない人もいるのは知ってるんですけども、だから僕はネット上で、まあ、文句を言われたりとか、それを言われるっていうのも、あんまりこう、うわーってはならずに、ああ、なるほど、そうなのか、じゃあ、 じゃあちょっと違うことも考えなきゃいけないなっていうふうにまあ受け取れる側のまあ人間なのでそういった部分でもこういくらそのインタビューが長くなろうがこうね今回別につまらないことはなくないんですけどつまらない時もまあ時々あ,あなんでこんなに調べてきてくれてないのかなとか思う時もあるけどもでもじゃあ調べてきてないんだったらよりこっちが近寄ってやろうっていう気持ちにもなれるのでまあ言ってみたらこう僕自身やっぱり先ほど言ったようにつながる っていうととこころがやっぱ僕自身であることだし、まあ、ストリートファイターが好きっていうのはもうこれはもう,もうすごく当たり前のことなんですけど自分が生きていく上でとか自分が仕事をしていく上で、まあ、こういう職種で人とつながっていったりとか人にメッセージを発信できたりとかっていうところがゲーム作り以外にもこうジョブのタクスとして与えてくれたカピコンにとってはすごい感謝してますしまあそれで皆さんといろいろな方もちろんメディア以外のコミュニティ皆さんとも会えるっていう機会をまあ

um, relativ viel quasi auf den Prüfstand gestellt und uh, hat bei vielen Dingen von vorne angefangen, um vielleicht die, die beste Street Fighter Erfahrung zu bringen. Dabei sollte sich aber natürlich immer noch wie Street Fighter anfühlen. Man möchte ja keine alten Fans vergrauen. Also wie kann man Street Fighter im Jahr 2016 am besten zusammenfassen? Street Fighter 4 でまあ、このリセットっていうだけだとちょっとま,あまだピンとこなかったりすると思うんですけども、まあ、4はもう7年8年続けてですね、まあ、非常にもうプレイヤーのスキルがどんどん上がってですね見る人は見るプレイする人はそこまで上がるじゃあプレーを楽しみたいっていう人がちょっとなかなか入れなかったんですねもうまるでもうストリートファイターのフィールドがもうブンデスリーガーのフィールドになってしまってですね気軽に公園でサッカーを始めるっていうのがちょっとできなくなった状況があったので、まあ、ここを1回リセットして もう一度ストリートファイター5からプロプレイヤーもそうですしカジュアルの人もそうですし昨日プレイステーション4を買った人もプレイをできるような体制っていうところまでまあリセットをしたっていうのが今回のストリートファイター5でまあ皆さんに伝えたいことですしぜひとも多くのプレイステーション4ユーザーの方々はまあそれをこう耳に入れていただいてあじゃあ俺もやってみようかな私もやってみようかなっていうふうに思っていただければすごく嬉しいなと思ってます。

もしくはスーパーコンボのゲージにしても、一つのそのシステムが全てのキャラクターに共通して配分された、その配分というか共通した効果を得られるそのシステムだったんですけども、ストリートファイター史上初、今回の5はですね、V システムという名前は一つだけれども、V システムの効果っていうのがですね、それぞれのキャラクターごとに変わるようにしました。で、今回個性を出したいっていう話もちょっと先ほどもちょっと少ししたんですけども、 個性を出していくことによって、よりプレイヤーとのリンク感というか親近感であったりとか、で、そのキャラクターの特性を出したりとかっていうところに我々ちょっと注目をしてですね、今回の V システムは、この出し方は非常に簡単で、中パンチ、中キックの同情しだけで出るんですけども、出した後の効果がそれぞれのキャラクターが違うので、皆さん、どのキャラクターを使っていってもですね、あ、このキャラクターこういう感じなのか、あ、このキャラクターこうなのね、だったら僕とマッチするかも いう今までのシステムによって「ああもうこのシステムは俺は難しい」っていうのではなくあ自分に合うシステム自分に合うキャラクターっていうのを、まあ、探していただけるようなう今回新しいあのバトルロジックじゃないのかなと思ってます。 Charaktere ist ein sehr schönes Stichwort. Wir haben ja auch ein paar Neuzugänge, Zugänge zum Beispiel äh, Nekali, das war glaube ich der erste von den neuen, der groß äh, angekündigt wurde und ein paar weitere neue Gesichter zum Beispiel Fang ist ja auch dabei. Da würde ich gerne wissen, wie der Designprozess bei diesen Charakteren ähm, verläuft. Also ist die erste Idee quasi ähm, sich den Charakter als solches auszudenken, ihn grob zu äh, skizzieren und dann zu gucken, welcher Kampfstil auf ihn passt. Oder ist es genau andersrum, dass man erst sich überlegt, welchen originellen Kampfstil Street Fighter vielleicht vertragen könnte und dann versucht, den Charakter darum zu stricken? Also, wie ist der Entwicklungsprozess von neuen Figuren? Ja, Street Fighter, das ist Street Fighter V Street Fighter V so machen, 出てきてきです、ね、まあそこに配置できそうな旧キャラクターであったりとかストリートファイター4のキャラクターとかマッピングしていくとあれこの辺がちょっと空いてるなとかこの辺が空いてるなっていうところからじゃあこの辺に合うバトルデザインを考えようでそのバトルデザインはまあリセットっていうテーマも含めた上でいろんな人が触りやすい上でバトルデザインなんか探していこうでもう一方今度はアートワークチームはですねアートワークチームと演出のチームなんですけども まあ、カプコンのグローバルのマーケティングのチームといろいろと話をしてどこの地域が今熱くなってるコミュニティの場所なんだろうどこのキャラクターを出すことの方がこの「ストリートファイター5にとってまた新しいこうフロンティアというか開拓ができる場所なんだろうっていうところからいろいろな地域だったりとかそういうところから探していってあじゃあ例えばラシードをはじめとすると。 この中東という地域がすごくファイティングコミュニティが活性化してるって話を聞いて僕自身を見に行ったしあっここであればちょっと新しいキャラクターを入れてさらにここのコミュニティを支えていかなきゃっていうのがあればじゃあ中東に関しての,そのキャラクターを作り始めてでバックボーンのストーリーの演出さんが決めてでそこで初めてそのバトルハントと出会いがあってですねあこんなキャラクターだったらもうちょっとバトルの効果をこういうふうに変えよう。 さっきだったら、しいだったら、その中東にあのい,いっぱいいる砂漠にいるこの商人たちがこう飛ばすこのタカですね、イーグルとかのそういうようなイメージをもうちょっとじゃあこのバトルデザインに入れるから、このアートデザインに合うんじゃないのかっていう、そこからどんどんこうアートとバトルっていうのが組み合わされて出来上がるっていうようなアプローチのスタイルを取ります。なので、どっちかが先っていうよりも、比較的今は双方から上げていって、途中からコンバインしながらポリッシュしていくっていうのが、うん、 Street Rashid zum Beispiel ist ein gutes Stichwort. Er ist ja einer der neuen Kämpfer. Und wie alle Figuren in Street Fighter ist er auch relativ ikonisch. Also ähm, er hat einige Merkmale, die vielleicht ein bisschen überspitzt sind, nicht unbedingt völlig realistisch, aber dadurch kriegt er halt auch einen, einen sehr ikonischen äh, Look, den man sofort wiedererkennt. Ähm, inwieweit ist es bei der Entwicklung wichtig, so gewisse kulturelle Eigenheiten äh, zu respektieren, beziehungsweise um, hat man bei der Entwicklung schon im Hinterkopf möglicherweise um, nicht, nicht zu sehr auf Stereotypen zu gehen, damit sich die eine oder andere äh, äh, kulturelle Gruppe nicht in irgendeiner Form irgendwie falsch dargestellt fühlt? Also hat man beim Entwickeln schon dieses Fingerspitzengefühl dafür, wie eine mögliche Figur später aussieht und wie sie dann ankommt bei der Community? Ja, also, das 日本で言うとさじ加減って言うんですけど、ここがですね、非常にいつもまあ難しいんですよ。で、やっぱ僕の若かった頃も23年、4年ぐらい前の話の時は、結構いろんなキャラクターをこう思い切ってそこの文化のところをちゃかすんじゃないけども、まあ、思い切ってぐんと突き抜けたものをやって、まあ、表現してみるっていうのは多かったんですけども、 まあ、その当時であれば、なかなかソーシャルメディアもないし、ましてやまあ、まだグラフィックの解像度もですね、まあ、480ドットとか320ドットとかっていうような世界だったので、まあ、表現の仕方も、あ笑えるよねっていうぐらいで済んだんですけど、やっぱりどんどんこれが表現が高くなって720になって、今1080になって、ね、もう今はもうこの先はもしかしたら 4K になっているかもしれないという状態になってくると、あまりとんがりすぎるとですね、今度はいろんな人がこう、いろんなことを思ってくるとか、 こう不快に思う人もやっぱ出てくるのでやはり最近は最初にアートデザインとかそのさっきのバトルデザインする時には何ももう制限つけずに思い切ってやっていってでそこから今度は我々は今度はもう今のネットとかソーシャルとかコミュニティっていうところのネットワークをうまく使ってこういう状態ってどうですかこういうのって感覚的にはどうなんでしょうっていうのをいろいろな意見を今度は今のテクノロジーを使って聞くようなことができたので、まあ、その辺も ラシードをこう仕上げていくとか、まあ、もしくはそのラダとかのブラジルの方の女性キャラもいるんですけど仕上げていくっていう時に関しては,はちょっとここは時代を考えたヒアリングっていうのはしてとんがったところを上手にあまりこう削り落とさないようにでもちょっとトゲがあるところはマイルドにしていくっていうのはやっぱちょっと最近の流れにはなってきてます。<music> Also als Feststand, Leute, wir müssen die Kämpferriege drastisch reduzieren. Wir gehen mal ein bisschen zurück zu den, zu den Wurzeln. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass es da sehr hitzige Diskussionen gibt über manche Charaktere. Den, den kann man auf gar keinen Fall rausnehmen. Wir müssen diesen Charakter behalten. Wie ist das abgelaufen? War das ein demokratischer Prozess? Oder hat Uno in seiner Funktion als Executive Producer irgendwann gesagt, Leute, das ist die Liste, die Charaktere fliegen raus und Ende der Diskussion? Also gab es da Prügeleien bei. <laughs> あのまず、まあ、今回リセットするうえで,ですね、もちろん今「ストリートファイター4のシリーズで最前線を走ってる人たちはいやそんなもリセットじゃなくてもう今俺らはこのままの部分でやりたいんだよっていう人もいるじゃあその人たちがぎりぎり満足するであろうカテゴライズのキャラクターはピックアップしましょうと。 でも多くの,その人数的にはかなり多くのメンバーがいるであろうプレーを楽しみたい人だけとか、まあ、見るのが楽しいのかなっていうぐらいのカジュアル層の皆さんにはじゃあどういう手触りの方がよりこうストそートファイターに入りやすくなるだろうっていう、まあ、この2点からやっぱりチョイスするべきだなっていうのをにやったんですね。でプロゲゲーーーーーママのののの方方方とかハードコアのゲーマーの方々の方がより、まあ リスクというか、これは、あこれが入らなかったってショック大きいと思うんですけども、まあ、そこへ変わるであろうキャラクターっていうのは我々一応用意をしたつもりなので、ここはあなた方の腕でカバーしてくださいと。で一方で、やっぱ腕でカバーできなくて、フィールドに入ってくるカジュアルゲーマーの人たちに向けては、このキャラクターであればあなたに合いませんかこのキャラクターであればあなたにお似合いですよっていうのは、ちょっとラインナップで増やさなきゃいけないなっていう視点でキャラクターチョイスはしてるんですけども、無論 そのの開発者の中ではではすね、まあ、あのキャラクター絶対に入れたいとかこれはやりたいんだっていうのがやっぱり出るので、まあ、その辺は討論にはなるんですけども一つ僕が良かったなと思ったのはこのエグゼクティブプロデューサーっていう立場に立った時点でですね一つこう部下の部下というかそのチームのみんなに人生を動かせるぐらいのことが一つだけできるとするとその人たちのサラリーを決めれることなんですよ。で僕が どうしても入れたいって思ってたレインボー・ミカを入れた必殺技はうちのディレクターのボーナスをあげるから入れてくれって言ったら彼は2秒後に入れますって言ってくれたのでまあそこだけは唯一僕の特権を使った技で入れたキャラクターなのかなと思ってます im juni kommt ja der cinematic story mode ist also nicht direkt bei dem beim Hauptspiel am Tag des releases dabei was war die Idee dahinter? wieso

レジデント・イービルとかレあのデビル・メイ・クライとかっていうようなものを提供してるわけではなかったつもりだったので、まあ、そこはこれで十分だろうと思ってたんですけどもあの2014年の12月に「ストリートファイター5」作りますっていうふうにプレイステーションエクスペリエンスで発表させてもらった後ぐらいからですね、まあ、ハードコアのゲーマーっていうよりも、まあ、ストリートファイター4から入ってきてくれた、まあ、新しいユーザーだと思うんですけども非常に多くの声がですね 4の時にまあ限定版につけたアニメであったりとかあとはウェブドラマで出た「アサシン・フィスト」であったりとかまあそういうああいう,こうストーリーが重厚なものっていうのをインゲームの中には入らないんですかともっと入れてほしいとでもっと具体的なタイトルを言うと「モータル・コンバット」のようなああいうものも入れてほしいんですって声が非常に多くその時から聞こえるようになってあれこれじゃあうちらが今作ってる、まあ 僕俗に言うアーケードモードっていうような内容のプロローグだけ以外のものも今の「ソイドファイター」のプレイヤーとかは望んでんのかなっていうところからじゃあこれはコンテンツとして必要なんだったら作っていこうとっていうのでストーリーエクスパンションのチームを組閣してですねそこから作り始めてでまあ本当はもうちょっと先ぐらいになるのかなっていうのは思ってたんですけど意外に結構いいペースでものが出来上がってきたのでまあ今回あの発売前にですねあもうこれも出ますよっていう形で。 先日発表させていただいて、まあ、皆さんの、プレイヤーの皆さんにとってみれば、まあ、電話で手に入れるものが、4ヶ月後にはこれも手に入りますよと。で、まあ、我々4ヶ月そこまでほったらかすわけじゃなくって、いくつかのコンテンツはあのアップデートしていくつもりなので、その中の一つの大きなしおりとして、ストーリーエクスパンションというのは、今の新しいユーザーの皆さんからの要望によって、まあ、我々出していこうと思ってます。で、まあ、一つ、大きなポイントは、もう最初に買った時の。 Wir haben vorhin ganz kurz die Philosophie von Street Fighter angesprochen oder beziehungsweise es wurde erwähnt, dass das auch eine Frage schon aufgekommen ist in Interviews, was denn die Philosophie von Street Fighter wäre. Und ich finde es in der Tat eine ziemlich gute Frage, denn naja, ich frage mich das auch. Also Street Fighter, habe ich das Gefühl, ist mittlerweile größer. Als, als je zuvor. Es hat ja mit Street Fighter 4 eines der größten Comebacks in der Videospielgeschichte ähm, hingelegt, was vielleicht niemand so richtig erwartet hat. Und äh, Street Fighter ist im Jahr 2016 nach wie vor ein riesiges globales Phänomen. Es gibt Leute mit Street Fighter Tattoos, es gibt DJs, die benutzen äh, Samples für ihre Musik aus Street Fighter, es gibt eine Dokumentation über Street Fighter, es gibt auf YouTube, habe ich gesehen, Leute, die basteln sich eigene kleine Flammenwerfer, damit sie wirklich Feuerbälle aus dem Handgelenk schießen können. Also Street Fighter ist is einfach ein Phänomen. Das kann man wahrscheinlich nicht in einem Satz zusammenfassen, aber ich würde trotzdem gerne seine ganz persönliche Einstellung wissen. Was ist das Geheimnis? Wieso schafft es Street Fighter, was keine andere Kampfsportserie in der Videospielgeschichte bislang geschafft hat? 変わらなないことの安定感なのかなと思ってるんですねでいくつか「ストリートファイター5」はこんなん変わりましたこうなんですよっていうのもストリートファイターという芯は変えてなくって時代に応じたとか状況に応じた周りのアウトフィットだけを、まあ、今の時代に合わせてるだけででも本心がずっと変わってないってことはこの30年間ずっと皆さんの 脳のどっかであったりとか、お父さんお母さんから教えてもらう、お兄ちゃんお姉さんから教えてもらう、もしくは昔の本を見た時にかん、ああ、こんなんもあったわっていうのを思った時に、新しいものに出会った時にも、あもう全然違和感なく入ってこれる、まあ。もちろんアウトフィットが変わってるっていうのも気づかない人もいるかもしれない。僕らはあ気づかなくてもいいと思ってるぐらいなんですけども、まあ、その変われないっていうところを、まあ、何を変えなくって何を変えていいのかっていうところを選ぶっていうのもまたクリエイターのセンスかもしれませんが、 変わらないっていうところを守り続けているっていうところがやはりこの出した時にまあみんなの安心感なのか浸透性なのかってところにこうシンパシーがこうぶっと動いてバンと盛り上がるっていうことが起きたんじゃないのかなとは僕は思ってます。なのでまあこの先の将来まあ僕がどこまでストリートファイターに関わり続けるかわからないですけどもまあ僕がチームをこう面倒見ていられる間は 何がが変わらない方がいい方のかみんなが大きく変えたいっていうところのブレーキをどれだけ踏めるのかでそのブレーキもダメーっていうんじゃなくこの芯は残してアウトフィットはここは変えようねっていうところを、まあ、上手に取捨選択できるかっていうところが、まあ、僕のこれからのまた大切な役割になるのかなと思ってます。 Zum guten Abschluss, und das soll dann auch wirklich die letzte Frage sein, natürlich, ich muss sie stellen, aber wir müssen uns jetzt festlegen, wer ist denn nun wirklich der coolste, beste Street Fighter-Charakter? Ich sage nach wie vor, ich bin ein altmodischer Typ, ich sage natürlich Ken. Mhm. Ähm, ich habe rausgehört, Armika ist Ihr persönlicher Favorit oder ist es vielleicht doch Blanka, also wir müssen uns festlegen, wer ist der geilste Street Fighter? Also, まあ皆さんの中で子供さんがいらっしゃってで、まあ、ペットでもいいですよねいらっしゃった中でどの子が一番可愛いですかって言われた時に選べますかと <laughs> もう僕からするともう今生まれてる子たちっていうかそのキャラクターの子たちっていうのはもうほぼ子供であり、まあ、親であり兄弟でありで、まあり自分のところの大切なペットでもありっていうもう家族なので、まあ、なかなか選べないっていうのが正直なところですけども、まあ、強いて言うならば。 えー、デートするならキャミーとやりたいなとで、えー、結婚するならカリンと結婚してお大きな屋敷で住みたいなとで、えー、ちょっと、oh、遊んでみたいなと思うのは、じゃあ,あのレインボーミカとプロレスごっこするのも楽しいなとか、ちょっとケースバイケースで分けた女のキャラクターの子たちと、まあ、遊んでみたいというのが、まあ、ちょっと男としてのちょっとこの何か下心というところかもしれませんね。Ja, Danke. Dankeschön. Ah. <laughs> gozaimasu. Dankeschön. Ich krieg die Dogen Bewegung doch nicht mehr mmh. in Ah, okay. Mmh. Uh. <lacht> <lacht>